こんにちは、小松井哲人でございます。よろしくどうぞお願いいたします。本日は大変アクティビティなイタリア人女性をご紹介したいと思います。お名前はエヴァーさんと、よろしくお願いいたします。実はエヴァーさんと知り合った関係は、私のところの診療所の方に、エヴァーさんが足底筋膜炎でしたね、何年か前ですね、はい。やはりトレイルランを行っててですね、そういうランニングの負荷がかかってて、やはりこう足の筋膜を、足の裏の筋膜ですね、痛めて、治療に来たというところで、私とエヴァーさん の今現在の関係性の始まりなんですけども、まあ、エヴァーさんご存知のようにしっかり体の体幹も知ってるんですけども、当時ですね、ちょっとエヴァーさんの足首の不安定性と軸足のちょっと不安定性があって、まあ、平坦の道では それほど負荷ストレスはかからないんですけども、アクティビティなやっぱり方ですので、しっかり登ってしっかり降りていくというランニングトレイルランをされている方で、それでちょっとね、足首足底を痛めたというところで、そういうところで、まあ、通い通院し始める中で、確かもう一つすごく興味を持って取り組んだ方向がヨガでしたよね。そうですね、特にエヴァさんが考えるですね、ランナーがヨガに得られるメリットなどをちょっと聞かせていただければと思うんですけども、はいはい。やっぱり私もそうだったと思うんですけど、ランニングする前に体が冷たい、ままでランニングすると、多分なんか怪我しやすいし、はい、あとはもうちょっと最初のところになんかプチプチちょっとね、うん、走りにくいではないか。だからよく言われるのが、ちゃんとウォーミングアップしてから走った方がいいということで、うん、怪我する可能性が低くなるし、うん、パフォーマンスも良くなる。でヨガ の、そのウォーミングアップのセクエンスでこういうメリットがあると思いますね。私の臨床の時によくコミュニケーションを取ってるんですけども、ランナーは体が硬いよと言ったのがきっかけなんですよね今回の。そうなんですよ、ポッと言われたんですよ、ランナーは体が硬いよと言われて自分で硬いと思っていましたね。だからまず自分の経験で、最初に私もヨガに通い始めた時に、なんか下向きのポーズの、犬の下向きのポーズがあって、ものすごく私がなんでトレイルで山に登るのが大丈夫だけど、こんなみんなで見ると簡単なポーズできないなと思って、やっぱり関節とか腰のところはすごく硬くて、そこまでポーズはちゃんとできなかったということで、初めて、ね、ランナーさんも体が硬いなと思いました。ランニングの面でも変わってきたな。ランニングの面だと、やっぱり今のところでは普通になってると思いますけど、最初にヨガやり始めた時にすごく大きい変わりが感じました。今慣れているので今の状態は普通と思ってるんですけど、多分ヨガやめるとこれからまたどんな感じだったのか思い出すと思うんですけど、最初にやり始めた時にやっぱり最初の特に2キロ3キロはものすごく体が重くて、呼吸もなかなかね呼吸できない状態で、今だとそのスタートする時に、まあ、そんなに辛くない状態になってるし、これもありますよね、その長い距離走る時に次の日が筋肉痛はすごく少なくなってきた、前より、うん。これは多分足底からの15分ヨガできるだけやっているから、そういうおかげだと思いますね。でもう一つのことは、やっぱりその前より体幹がなんかちょっと強くなっているので、特に下り坂の時に
前よりもっと安定していると感じていますね、自分で。ヨガの呼吸では特に吐き出すときにちゃんと最後まで吐き出してて、自動的にまた吸うようになりますよね。で、そういう呼吸するためにやっぱりもう慣れてない方が多いので、ちゃんとね、集中しないとできないから、そういう集中すると、その走るときにも同じような、まあやり方ですると結構役に立つと思います。それでは、これからエヴァさんにランナーのためのヨガストレッチを教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。